まもなく関越甲信を行います。大型車両が多数通過し危険ですので、特に正門側でご観覧の皆様はご注意ください。関越甲信の先頭入場しますのは、隊長諫早市出身森真嗣一等陸曹が指揮する大村駐屯地音楽隊です。音楽隊は昭和30年に創設以来60年の歴史を持ち、現在は18名で活動しており、長崎県下を中心に各種行事に参加協力し、地域の皆様に親しまれる音楽隊をモットーに、市民と自衛隊のパイプ役として、昨年度は内外において約62回の演奏支援を実施しています。また本日は飯塚駐屯地音楽部から倉橋栄作一等陸曹以下10名の支援を受けています。見えない方はお席を離れてご自由にご覧ください。皆様の上空へ飛来してきますのは、海上自衛隊大村航空基地第22航空基地局の政府に含まれて、および入場しますのは、関越部隊指揮官第16普通科連隊副連隊長、大分県出身工藤健一二等陸佐と陸海空4部隊の幕僚です。続いて入場いたしますのは長崎県の県旗です。旗手は第16普通科連隊第3中隊佐賀県出身香織純一二等陸曹です。続
いて入場いたしますのは大村市の市です。市は第16通過連隊第1中隊長与町出身長富茂三等陸曹です。続いて入場しますのは第16通過連隊部隊指揮官第4課長新上五島町出身山下八郎三等陸佐と幕僚です。そして幾多の栄光と伝統に輝く連隊旗の旗手は18里方中隊諫早市出身河野秀和陸曹長です。連隊は島市を除く長崎県全域の防衛警備災害対処3人部隊として、また第4師団の提供連隊として日夜訓練に励んでいます。続いて入場しますのは中隊長長崎市出身山田和樹陸曹陸尉が指揮する本部管理中隊です。本部管理中隊は連隊本部の支援を主任務とし、情報、通信、施設、衛生および兵隊に関する業務を行います。続いて入場しますのは中隊長和歌山県出身宮城博文一等陸尉が指揮する第1中隊です。第1中隊は市として諫早市から島原半島一帯の災害派遣を担任する中隊です。中隊長岩手県出身高橋慎一郎三等陸佐が指揮する第3中隊です。第3中隊は市として壱岐市および五島列島一帯の災害派遣を担任する中隊です。先頭に入場しますのは海上自衛隊第22航空軍です。自衛艦機の機種は大村市出身山口健二2等海曹です。隊長は大村市出身森則明三等海佐です。中隊長は大村市出身室井誠一等海尉です。第22航空軍は護衛艦搭載の哨戒ヘリコプターおよび救難ヘリコプターを保有し、日本周辺海域の防衛警備のみならずソマリア沖海賊対処活動に参加し、日本国船舶等の護衛任務を行っています。また離島からの救急患者輸送や海難救助等の災害派遣にも活躍しています。
入場しますのは航空自衛隊第15警戒隊です。指揮官は長崎市出身石川慎太郎三等空尉です。騎手は福岡県出身福田優也三等空曹です。第15警戒隊は本州最西端のレーダーサイト部隊であり、三等区域における鎮西の要として、領空侵犯機等に対する航空警戒監視等を主任務とした部隊です。次は熊本県出身藤永正人一等陸曹です。即応予備自衛官は訓練招集命令により出動し、必要な知識・技能を最低限確保するため年間30日間の訓練を実施しています。なお東日本大震災に派遣され、宮城県南三陸町で活躍しました。入場してまいりました。警察用バイクで入場しますのは第16普通科連隊本部管理中隊情報小隊オートバイ偵察班です。指揮は西園木郡出身高尾和則陸曹長です。続いて入場しますのは中隊長香川県出身森翔太郎三等陸佐が指揮する第16普通科連隊第4中隊です。第4中隊は軽装甲機動車を装備しており、機動力と防護力に優れた中隊です。安倍誠一等陸尉が指揮する第16普通科連隊重迫撃砲中隊です。重迫撃砲中隊は120ミリ迫撃砲を装備し、火力による戦闘を担任する中隊です。第2整備大隊第1普通科直接支援中隊です。普通科連隊の車両等の整備支援を担任する部隊です。大隊は第4師団の制御支部大隊として各種
で励んでいます。続いて入場しますのは中隊長福岡県出身後藤陽一一等陸医が指揮する本部管理中隊です。本部管理中隊は大隊本部の支援を主任務として通信、衛生、とか交通および兵隊に関する業務を行います。ただいま更新していますのは第一線部隊の機動を容易にするため河川等に橋梁を架設する丸棚式機動支援橋です。
です。車両に牽引している発射機は、フォークミサイルを3発搭載でき、発射指令により、ミサイルを目標に向け発射させます。続いて入場しますのは、隊長、千葉県出身。村上和孝一等陸位が指示する第330放射中隊です。この中隊も10月中旬アメリカ合衆国ニューメキシコ州での航空ミサイル実射訓練で優秀の成果を収めました。車両に牽引している3発のミサイルは航空ミサイル訓練団です。皆様お待たせいたしました。これからしばらくの間、大村駐屯地音楽隊による音楽演奏でお楽しみください。音楽隊は昭和30年に創設以来60年の歴史と伝統を持っています。現在は18名で活動し、
長崎県下各地各町の要請により慰霊祭、お祭り、各種行事等に参加協力しております。本日は飯塚駐屯地音楽部より10名の支援を受け演奏いたします。指揮は音楽隊長森真嗣一等陸曹です。は数ある唱歌の中から予習をお送りいたします。誰もが一度は耳にしたことのある曲です。本日はこの曲を三馬唱のアレンジでお送りいたします。続きまして2曲目は初夏の祈りを隊員の歌でお送りします。自衛隊にはたくさんの隊歌があります。隊歌とは自衛隊内で隊員の士気を高めるため隊員相互の団結のために歌われる歌のことを言います。歌いますのは2等陸曹松岡美津子、3等陸曹林田和也です。それではお聞きください。見えずに暮らしていてもいい。わかる時がいつか来るだろう。平和のために汗を流す若者たちの
れはまだ来ないから、命がどんなに大切なのか知らずに遊んでいればいい、わかる時がいつか来るだろう。平和のために人の死なる一度努力のこの世がどうして美しいのか考えなくてもそれでいい、わかる時がいつか来るだろう。平和の花が咲き続ける、豊かな大地あることが I feel happy He's all the world I feel happyで音楽演奏を終わります。